Kiana-chan! キアナ、今は過去を懐かしんでいる場合じゃない。敵が通路からこっちに向かってくる。メイさんにも戦闘準備をしてもらおう。メイ先輩、少し時間が欲しいの。まずはここを出て、この都市の危機を解決したら、また話をしよう。え、リタさんから情報をもらってここに来たの。だから事情はもう把握してるわ。でも、 キアナちゃん、これだけは分かってほしい。私もハイペリオンのみんなもずっとあなたを待っているから。
げるわ。さっきの実験室で、あの犬頭をかぶったやつが計画を漏らした。ワクチンを改造して、人体の精魂を活性化させる他に、ヨルムンガンドは都市レベルの崩壊災害を起こして、精魂の完全活性化をするって。詳しい時間と場所はわからないの。ここを全部探しても、計画を止められないわ。場所は把握しましたよ。キアナさんは元気なようで安心しました。彼女を捕まえるというなら私がそれを許しません。メイさん、落ち着いてください。この都市では同じ戦線にいると申し上げたではありませんか。先ほどキアナさんがおっしゃったヨルムンガンドが崩壊災害を引き起こす計画、その後半部分は大方察しがついています。崩壊エネルギーの使用が厳しく管理されているこの都市では、本来なら大型崩壊を引き起こせるほどの力はありません。しかし、検査を受け、合法的に都市に入ったものなら、話は別です。特に、崩壊エネルギーを駆動システムに使う大型の乗り物。例えば、私の戦艦エオス号は最高の餌になります。つまりあいつらは
エオス号から崩壊エネルギーエンジンを外し利用しようとしているのでしょう。天球市の市民に最大限の影響を与えるため、そのエンジンは都市中心部の信号塔の上に設置されています。保護ケースを外しエンジンを一定時間オーバーロードさせれば、巨大な崩壊エネルギーを放つ次元爆弾となり、ボン、その後はいくら調査しても天命は言い逃れできないでしょう。これ以上ここで時間を無駄にはできないね。ええ、しかし相手もこのまま私たちをここから出すつもりはないようです。あいつさっき倒したのに。キアナさん、あなたが私に言ったことを覚えていますか？災害を止めることは逃げることよりも重要なことだと。私がお相手します。爆弾の解除はよろしくお願いします。わかった。あの時助けに来てくれてありがとうございます。これで借りを返します。応答するのが遅すぎではありませんか？あ、デュランダル様に捕まっても知りませんよ。
今回は誰にも邪魔させない。私に構わないで、集中して。どいて。今ならまだ間に合う。あんたたちの計画は人助けなんかじゃない。虐殺だ。虐殺？第二次崩壊を引き起こし、人類史上最大の人殺しが、お前のような化け物に、私たちをとやかく言う資格がどこにある？お前のせいで死んでいった人の声を聞いたことがあるか？崩壊エネルギーに感染して死んでいく者、主人の死に悲しむ女たち、親や兄弟の元から引き離され、傭兵にされた子供たち。彼らの叫びも、彼らの泣き声も、お前に聞こえるわけがない！実験が成功すれば、人類はもう二度とお前がもたらす全ての苦しみに耐える必要がなくなる。もう一度言う。どいて！
く。殺すがいい、空の律者。今までお前が平然としてきたように。実験はもうすぐ始まる。今さら何をしても結末は変えられない。お前の足止めはできた。この戦いは私の勝ちだ。待って、ここまで来たっていうのに時間がないなんて。きっとまだここを出る方法がある。ここに閉じ込められるわけにはいかない。キアナ、空の律者の力を全解放しよう。あなたがするべきことをするんだ。ありがとう、委員長。
る。暇はないの。解除しないと。強力な崩壊エネルギーが。キアン。そうだよね、約束したもんね。一緒にこの完璧じゃない世界を私たちの望み通り変えてみせる。これが私の約束。